まず今日の試合どのように振り返りますか。いや、勝ちで持って帰れないので非常に悔しく思います。前半は自分たちが持つ時間も多かった中で選手たちの積極性というのは非常に光りましたよね。はい、お互いの良いところは出たと思いますし、良い試合だと思います。また後半は非常に高さを取ってチャンスメイクしていました溝口選手に代えて菅井選手と両サイドバックを変えましたが、そこの意図というのは どうでしょうか。まあ試合を通して勝つためですね。後半というのはどういった指示をハーフタイム中に出したんですか。決して悪い試合はしてなかったので、それを継続することと、少し相手のやり方のところで空くところを確認してというところですね。試合前に自分たちの課題が確信や明確だということを話されてましたが、その課題というところは今日の試合というのはどのように見ていますか。勝ち切るというところではありますし、上位陣との直接対決で、勝ちを落としてしまいましたので、ここはまだまだ僕たちの力が足りないところだと思います。手応えをチームとして感じている中で、あと一歩というのはどんなところなんでしょうか。あもう一度言いますね。はい、手応え足りないところがあっても勝つときありますし、すべてが良くても負けるときありますし、すべてが悪いというふうに捉える必要もないですし、チームは進んでいることは確認できたので、これをもって次に進んで、また名古屋とアルバンですぐ当たりますので、そこでリベンジしたいと思います。次に向けて一言お願いいたします。はい、ホーム2試合続きますので、そこで勝ち点をしっかり取って、また上位陣に食らいつきたいというふうに思います。ありがとうございました。はい。